私とそうちゃん、14歳、幼なじみ。同じ中学校に通っている。私のお母さん、ゆみちゃんと、そうちゃんのお母さん、なっちゃん。昔から仲良し。ピッチャー、伊藤雄大。そうちゃんのお父さん、今日の先発投手は伊藤雄大。プロ野球選手。番号18、才能を開花し続ける期待の新人。165キロ、伊藤雄大の高速球だ。私が6歳の時、伊藤雄大は交通事故で死んだ。なっちゃんはおかしくなって、そうちゃんを捨てた。それからそうちゃんは私の家で一緒に暮らしている。ただいま。おかえり。妻の弓がなくなりました。くそ。須藤愛さんです。北海道から引っ越してきました。お前伊藤雄大の息子だろ。何何何、俺は生まれてこなければよかったんだ。須藤愛さんでお間違いないですね。お元気ですか。私はずっとここにいたらいいさ。私、お母さんに会いに行かなきゃいけないんです。